人の対戦は、顔だけ見てですね、非常に怖いんですが、みんなが注目しますよね。ね、はい、キャラが被りますね、いかつい系でね。でもいかつい人って心は優しいと思うので、いや実際は、ね、お二人ともそういう方なんですけどね、いい笑顔で、はいはい、怖いですね、この絵ですね、この絵はすごいですね。いかにもこれから戦うぞという雰囲気を醸し出すこの二人です。やっぱ前日の会見との顔が違うですね、違いますね、どういう試合展開になるでしょうか。ゆうまさんから聞きましょう。まあ、橋本選手パンチあるんで1ラウンド、ガッといくんじゃないかなと思うんですけど、うん、それをそうですか、それをしのげば亮太郎選手が結構テクニックあるんで、うん、じわじわとっていう感じだと思うんですね、はい、橋本俊明師範ですね。まあ、橋本道場の選手も本当になんか激しいトレーニングしてるって聞きますから ね、若手がすごいですね、こちらは池袋ブルードッグジムの亮太郎。さて始まりました。じわじわと出るのは亮太郎、ここにオーソドックススタイルです。橋本が盛んに左を出します。左のミドル、出るのは亮太郎、結構プレッシャーかけてますね。左ミドルを放ちました亮太郎。手数は少ないんですけど、亮太郎選手の方がプレッシャーかけてますね。はい、亮太郎選手は前回の試合、八巻選手に膝であばら3本折ってるので、ね、あれはあばら折ったんですか、やっぱりね、3本折れて、はい、それで KO 勝ちしてるので、はいはい、膝組んだら強いと思います。そうですね、タイミングもやっぱ上手いと思いますね、まあ、プレッシャーにちょっと橋本選手が押されてるのが、そんな感じはありますね。なんか逆だと思ってたっす、自分、そうですね、ガンガン橋本選手から行くみたいな、前に出ると思ってました、はい、でもこの打たれないのに前に出てこられるのって嫌なんですよね、怖いんですよ、はい、体大きいもんな亮太さん。そうですね、まあ、このスポーツに減量はつきものですが、もう亮太郎選手も典型的なそういう選手でね、普段はあのトレーナーをやる立場で10キロ以上毎回減量してるっていう話を聞いてますよね、ほっぺがこけてますね毎回、出るのは橋本、おいいボディ、ここは初めて前に出ました。まあ、この試合は肘打ちありのベッドルールなんで、前のたいいパンチ、左右のパンチ、引いたおっと、橋本の抑えの、あっと、また顔面を捉えた、お互いいいの当たってる、いいパンチ持ってますね橋本選手、もうパンチでいく、パンチでいく、パンチでいった方がいいかもしれない、パンチでいく、面白い、おお、おお、やり返してる、おお、すごい、まるでボクシングのような展開、面白い、ボディーブローから顔面へ亮太郎、すげえ、パンチ、あ、今度は左のミドル、足も出ました、右ストレート亮太郎、左右のパンチ、ボディーブロー、おお、すごい、おお、右がカウンター、右がカウンター、決まった、足も出た、おお、来た、逆に亮太郎のパンチを返す、すごい打ち合いだ、すごい打ち合いだ、すごい、おー入った、入った、今度は橋本がガクッときた、ラウンドか、ラウンド、ラウンド、ラウンドです、すごい、すごい試合だ、いやー、楽しませてくれますね、完全ダウンしたのは橋本、いやしかし亮太郎もしそうでしたからね、すごい、もうこれお互い勝ちに行くというよりかはエンターテインメントとして見せてくれます、すごいです、まあ、言葉悪いですけど、なんかどつき合いみたいだね、この顔にふさわしい試合になってる正直ね、選手勝ちたい気持ちがあるから距離取ったり、ちょっと勝つために頑張ると思うんですけど、お互いリスクありありの、面白いな、すごい打ち合いです、どっちもいいの入ってグラってきてるっすよね、来てましたね、どっちも効いてましたね、どっちが倒れるんだろうって思いました、はい、
いやーすごい。しかしダウンですから、もうとにかくダウンを奪っているとはいえ、亮太郎もこれ何とも言えないですよね。逆転ノックアウトも十分ありますよね。そうですね、全然あるですね、いいのもらってましたからね、亮太郎選手も、いやーすごい手に汗握りました。これはもう一瞬の目も離せないとは、はい、まさにこういう試合です。ちょっともういい意味でほぐれたんで、はい、切り替えていってほしいですね、橋本選手は。全く違う展開になる可能性もなくはないですが、第2ラウンドダメージ的には同じぐらいだと思うんですけどね、おまたしかしパンチでいきました、亮太郎。おお、肘も出せるのがうまいな。肘も使っています。肘ありルールのレッドルール。おお、今度はしっかり足も使っています、両選手。そしてワンツーを伸ばした亮太郎。おお、左右のフック、足元が出る。お右、おあ、この膝も余っています、亮太郎。行くとき一気に加速するから面白いですね、でも合わせるの狙ってますね、亮太郎選手、はい、危ないですね、はい、肘もうまいな。うまく肘を使いました、ね、あ、切れた、切れたかな。おおー、ナイス。バックスピンキック、あっと、最後の連打、最後の連打。おー、亮太郎が行った、亮太郎が行った、膝も出す。切れてますか。切れたね、さっきの肘で。肘を主張しています。肘で出血。すげーな、喧嘩だな。喧嘩ですね、本当に喧嘩ですね。ゆうまさんの今の一言非常にいいですね。もう、はい、殴り合うっていう、蹴るのを見せかけて殴り合うっていう、ね、バックスピン蹴っても全然いいに返さずいったもんね、いいの入ってましたけどね、はい、結構切れてます。大丈夫ですね、やりたいんだよな選手は。これは横肘だね、右のこれだね、この肘ですね。この肘が強烈に入りました。出血しています、橋本。橋本選手は行かないと思ってですよね、行きますよね、いつ止められるかわからないので。これはどうかな、これノーダウンですね、ノーダウンですね。第1ラウンドには亮太郎がダウンを奪っています。細かいパンチを出す橋本、亮太郎選手は見てるっすよね、見てますね、いいタイミングで出す、はい。おお、この距離はお互いチャンスですよ。残り1分、第2ラウンド。お、いや、激しく打ち合っています。おお、いいワンツーだ、いいワンツーだ、また出る、亮太郎いったかな。おー、アッパーまただ、アッパーまただ、右のストレート。遠い距離で打ってますね。おお、効いた。今度は橋本の反撃。さっきもこれぐらいのタイムからいきなり殴り始めたかな、ね、はい、出血している橋本ですが、出る橋本、はい、激しい試合になっています。おお、膝、いいタイミングで膝を出す亮太郎。おー、ガードの上からパンチを出す橋本。残り10秒、第2ラウンド。第2ラウンド終了です。面白い試合ね。いや、いい意味でこの試合、このラウンド亮太郎選手打ち合わなかったですね。ああ、そうなんですね。やばい、長い距離で当ててましたね。はい、あの辺もやっぱり考えてるってことですか、パンちゃん。リーチ差があるので、うん、絶対長い距離で当てたら、はい、向こうの攻撃が返ってくるときに当たらないので、いや、はい、うまいなって思いました。確かに亮太郎選手はフックとかよりワンツーとか長い距離やった方がいいね、でも次のラウンド絶対出てくると思います、橋本選手は。行くしかないですね、行くしかないので。膝もうまいですね、器用だな亮太郎選手は、この肘で切ったぞとアピールをしてるわけですよね。こちら
第1ラウンドにダウンを奪っている亮太郎、どうなるんでしょう、付き合うんですかね、パンチに、どうなるんでしょう。こちらはもう行くしかない青コーナーの橋本、あー楽しみ、どういう展開になるんでしょうか。解説のお二方もちょっとこれ読めないですよね。はい、ここはまず足を出し合いました。しかしパンチでいった、橋本がパンチでいった、入ってます。おお、すかさず亮太郎が肘を出す。いや、接近しての肘も使っての殴り合い。おお、肘、あー肘、おお、お互い肘を使っています。やっぱ出てきますね、橋本選手。はい、おお、ナイスイジ。おお、おお、ここは亮太郎がいった、膝を出した。亮太郎コーナーに詰めて、亮太郎の攻撃、橋本も盛り返す。出る、今度は橋本出る、おお、入った、いい右のパンチが入りました。首上がったな、でも組がやっぱ上手いですね、はい、亮太郎選手。お、打ち上げの肘が、ね、いいパンチが当たりましたが、橋本、橋本としてはダウンを奪い返したい。おお、ここはガードしています亮太郎、残り1分です。あとまた橋本がパンチ、右、強烈な右、ちょっと亮太郎効いているか、膝を出している亮太郎、すごい、アッパーを出した橋本。先ほどリスクは負ってないですね、亮太郎選手。うまく転がってる。おお、強烈な右、橋本の右。でもやっぱ行くな、面白いな。膝を出す亮太郎です。亮太郎選手は必ず膝まで持っていきますね、うまいですね。残り10秒です。打ち合う。今度は亮太郎が、亮太郎が連打、連打、連打。膝、肘も出した、膝も出した。最後まとめるね。わあ。すごい。さすが。いや。最後ちょっとまとめるな。この試合の時だけみんなめっちゃ声走っちゃいますね。そうですね。いい試合やったな。すごい。いや、まさに男の対決。出し切ったっていうね感じですね。いや、面白いです、すごいです。殴り合いが見たい人はもうこの試合見るべきだと思います。そうですね。これは亮太郎の攻撃のシーンです。お待たせしました、判定結果をお知らせいたします。ジャッジ千茶30対27、赤亮太郎。おジャッジ和田30対27、赤亮太郎。ジャッジ山根30対26、赤亮太郎。以上判定3対0をしまして、橋本も相当パンチは打ってたんですが、そうっすね、終わってみればもう採点は亮太郎の完勝というですね、形になりましたね。やっぱ1枚上手でしたよね、要所でいいのを当ててたですね。ボディも膝も全部必ず入れてたので、うん、 そうですね、まあ、最後の、ね、3ラウンドの終わりの時にもいいまとめ方って言いますかね。そうですね、はい、うん、はい、